今週の「神奈川ビジネスアップトゥーデート」は家電販売を特集。激化する競争多様化する消費者のニーズそうした中独自の経営で成長を続ける会社が神奈川にその躍進の理由を探っていきます。 こんばんば、ま、は日々進化する神奈川の最新のビジネス経済情報をお届けする神奈川ビジネスアップトゥーデート番組のコメンテーターは経済ジャーナリストの内田裕子さんですよろししくお願いしますでは早速今週のテーマを見ていきましょうメインテーマは家電販売ビジネスです独自の経営を進める家電販売大手の取り組みを通して見ていきます そしてビジネスのヒゲはある食材に特化した商品を作っている企業をご紹介します。明日飯のコーナーもあります。では早速家電販売ビジネスについてこちらのボードで見ていきます。まずは二千十四年の家電製品の国内小売販売額はこちらです。七兆五千四百億円。 これはかなりの数字だと思うんですが、内田さんはどうご覧になりますか。あの2010年のピーク時は9兆を超えてるんですね。まあそういう意味で言うと縮小傾向にあると。あとまあここ過去6年でですね、はい、家電業界には3つの特需がありました。で一つはエコポイント。 もう一つは地デジ化で、あとは消費増税前のあの掛け込み需要と、まあそういう意味で言うと、もう皆さんそこで家電をたくさん買っちゃってるんですよね。はい、そういう意味でこの数字っていうのはちょっと今低迷している状態であると。でもまあここから長い目で見ていくとですね、やはり日本は少子高齢化ですから、まあ、市場はどんどん縮小していかざるを得ないと、ね、まあそういう数字ですね、うん。そんな家電販売業界の中で今回番組が注目した企業が こちらになりますこちら神奈川県横浜市に本社を置く野島です1959年神奈川県相模原市で創業店舗数は携帯電話専門店も含めて777店舗そして2014年度の売上高は2440億円となっています 競争が激しい家電販売業界の中で、さまざまな取り組みで売上を伸ばしている注目の会社です。まずはその躍進の理由を、店頭の様子と独自の商品開発から探っていきます。神奈川県内の野島店舗。その大きな特徴は、充実したデジタル家電。デジタルカメラやパソコンはもちろん。 最新のスマートウォッチなどが目を引きますそんな中、今回番組が注目したのはこちらの商品実はこれ、野島が自ら企画開発しているプライベートブランド、エルソニックの商品なんですこのエルソニック、電球のほかにも冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機など 様々な家電商品が発売されています通常家電商品は家電メーカーが企画製造し家電販売店が販売消費者の手元に届きますがプライベートブランドいわゆる PB 商品は家電販売店が企画開発した商品を製造メーカーが製造し 販売店から消費者の手元に届きますそれではプライベートブランドのメリットはどんなところにあるのでしょうかお客様にとって一番わかりやすいのはやはり価格が低価格で抑えられるというところと あとはあの直接あの仕入れてやり取りをしていきますのでお客様のニーズを聞きながらそのニーズに合わせた商品を個別であの開発で,できてか、ま、要はカスタマイズしていくといいますかそういったところができますのでそういったところはあのメーカーカとと違ってて手が行き届いいいると思います。今年度中に1,000商品を発売する予定のエルソニック新たな商品はどのように生み出されていくのでしょうか エルソニックチームでは毎週1回ミーティングを行っておりますが社内の各商品担当が別におりますのでその商品担当たちとは日々もう時間を見つけては5分でも10分でもいろいろ情報交換をしながら逆にこういう商品できないのかっていうのを提案をだいたりしますのでまたそれで決めていったりしています。 この後スタジオでその躍進の理由に迫ります、うん、デジタル専門店であったり独自の商品を開発したりと特徴がすごく出ているなというふうに私は感じるんですがスタジオには野島のトップ野島博社長にお越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします,しお願い,しますいやもうこのプライベートブランドですけれどもエルソニック、はい、もう500円 商品,商品ございますす、えーまあ、すごい数でやその中であのお持ちいただいた中で私これあの携帯電話の充電器、はい、これとっても気に入ったんですけども、はい、何が気に入ったかってこの2つ、はい、USB が入る場所があるっていうのとあとデザインがシックで。 ね、おしゃれですよね。はい、こういうのがあるんだなあっていうふうに、すごくこう欲しくなりました。あ、どうもありがとうございます。はい、<laughs> これどういう工夫。はい、あの、やはりですね。当社は、あのお客様と非常に接してますので。その要望を聞いてですね。そのお客様のニーズがあるかどうかを確認して。まあ、そのニーズに合わせた商品を、まあ、作る。

なるほどはいだからこうかゆいところに手が届く商品がたくさんあるんですね,ね、はい、やっぱりそれがすなわち売れる商品になるっていうことですよね、うん、はいあの今あのメーカーさんはあの非常に収益にこだわりますまあそうするとお客様のニーズとですね、えー、この合っててもですね作ってあの収益が あのこの合わないとこの具合悪いものですから、まあ、あのそのニーズに対して作らない商品もあるんですね、まあ、それを当社の方ではですね、まあ、あのこの作ってお客様にあの喜んでいただくというのがエル、まあ、ソニックの作ってる一つの目的でもあります。なるほど はい、あのやはりニーズは分かるとお客さんこういうものが欲しいよっていう要望はあるけれども、はいうん、それを形にするにはやはりいろいろコストがかかって値段がこうなってしまうとそ,う、はい、それじゃあ買わないと、はい、じゃあ値段を下げればいいかというとそれでは利益が出ないからやらないよというのが今のこうメーカーの考え方になってきてるわけですね。その通りですそれがやっぱりその野島さんが、はい、じゃあメーカーがやらないになれば自分たちがやろうと。です はい、ですからまだまだですね、まあ、あと1年2年のうちに、まあ、あの倍増あるいは1,000アイテムとか2,000アイテムを目指していきたいと思ってます2,000アイテムですかはいまあでもそれぐらいやっぱりまだニーズはあるけれども、はい、作られていない商品というのがたくさんあるってことですかははいいいそういうことですね、はあはい それでも家電量販店というのは大変な競争を繰り広げていると思うんですけれども、うん、まあその中で他社との差別化というのはどういうふうに当社はですねあの量販店といわれるのが非常にですね決してあの量を販売しようとは思ってないんです。 お客様に喜ばれた結果がですね漁、うん、につながっていくという考え方でございまして、まあ、あの当社は常に漁、えー、よりもあの質の高い従業員で。 まあ、お客様に質の高いサービスをしてですね。まあ、あの販売をしていこうと思ってます。まあ、そのためには、あの当社の店頭にはですね。メーカーさんの派遣とかヘルパーさんは一切おかず。まあ、当社の従業員でですね。販売をしております。家電販売店には通常。 家電メーカーカから派遣された販売員がいますしかし野島の場合すべての販売員が自社の従業員で構成されメーカーに偏らない販売が可能になりますこうした独自の販売方法はコンサルティングセールスと呼ばれ消費者からも高い支持を得ているようです野島の躍進を支えるコンサルティングセールス特別にその裏側を見せてもらいました。 神奈川県横浜市にある野島本社この日行われていたのは自社の販売員のためのエアコンの研修 CM の後、独自の研修内容を見ていきます家電販売店大手の野島この日行われていたのは店舗のスタッフに向けたエアコンの販売研修6畳なんですけど 各メーカー別の商品知識などの座学はもちろんエアコンの取り付け業者を講師に招いた実地研修さらに実際の販売を想定したロールプレイング研修など実にさまざまな内容となっています。 おすすめメーカーだけになってしまうと、やっぱり押し売りになってしまうので、各メーカーのポイントを押さえて、お客様に合った商品を提案するというところを心がけてやってます。えー、あの、やっぱりどうしても店舗だけで、自分の学習だけでやってしまうと、あの、やっぱり野島の接客ってところから離れてしまったりとかってこともあるので、まあ、野島の考え方とか、そういうコンサルティングセールスってところを、あの研修であの、伝えていくことはできますので、まあ、そういったところで野島の接客の質ってところは。 思っあのメーカーさんに頼らずもう独自の人材教育でまあ社員の方たちをね研修していらっしゃるんですけれどもこれやはり自分の自前で全部やるっていうのはやはり何か大変なところはありますかあの自前ででやるとということはですねそれだけあの会社の方針も まあ従業員に伝わるわけですからいくら費用がかかろうがお客様に喜ばれるようにすることはですねまあ当社にとってもう一番のことだと思っております。うん、ではあの家電っていうともう新商品が次々に出てくるわけじゃないですか。はい、その都度研修をされているわけですか、ね。はいあの、うん、当社にはですねあの研修 をですね、常に行っていく部署もです、ね、ございますしまたあの昨年ですねあの当社があの研修をこの依頼してたです、ね、お願いしてた、まあ、会社が、まあ、当社にですね、まあ、あのぜひとも買ってくださいということで研修会社も、まあ、当社でですねあの持つようなことになりました。 あ、まあそうなんですか、はい、評価されている証ですね、はい、まあそういう意味では素晴らしい人材を育てられているんですけれども、はい、じゃああえてちょっとお伺いしたいのは、はい、そういうお客様がじゃあそのコンサルを受けたいと思って野島さんに聞きに行きますと、はい、でいろいろな商品の説明をまあ丁寧にしていただきます、はい、でお家に帰ってインターネットで購入するの、はい、まあ今そういうことも起こり 怒ってると思うんですけれども、はい、これについて江ノ島社長はどうお考えですか、まあ それはですねそれでしょうがないですけれども当然ですね困った時にはまあ当社はサポートとかサービスとかもですね充実させてますのでまあこれはまあネットとかにはないことですしまあそういうことでですねまあ当社で買っていただくお客様がまあ増えているとまあ私は確信しております。そそれでは、の、 野島社長のこう,こうあるべき目指すべき野島の姿っていうのがあると思うんですけれども、はい、まあそういうゴールはどこにあるのかというのと、はい、それに至るまでの課題っていうのがありましたら教えていただきたいんですけど。はい、課題とゴールですね。あのゴールにつきましてはですね、まああの私のあの生きてるかどうかわかりませんけれども、当社のまあ百年にはですね、まあ少なくとも世界で。 一なのでその一番の企業へのですねあのなり方としましてはですね、まあ、従業員が、まあ、全員経営者のようにですね、まあ、働いて、まあ、プライドを持ってです、ね、あの生きがいを感じて生き生きとですね、まあ、仕事をしている姿を私は夢見ております。 世界一、はい、その世界一のっていう業種といいますかその頃にはもう量販店ではないんでしょうねきっとはいもう量販店という範囲をですね えー、先ほどからも好きじゃないんですけれども、うん、質願点なんですけれどもそういう範囲がどこまで伸びていくか分かりませんけれども、うんまあ、少なくとも、まあ、世界中にですねあのこの戦後日本の家電メーカー、うん、今車もそうですけれども世界中に進出しているように私はなりたいなと思っております。 もう世界のどこに行っても例えばトヨタを知らない人がいないようにはい。野、はい、島を知らない人がいないというのを夢見ております CM の後はビジネスのヒゲ新たな食材ビジネスが登場特徴ある企業や商品サービスを探し出すビジネスのヒゲ今回は私も大好きなあの食べ物です 伊勢原市にあるバイオコスモ今年で創業25年目を迎える日本で唯一のキノコ卸専門企業です国産にこだわりなじみあるキノコから珍しいものまで取り扱うのは常に25種類以上そんなキノコのプロが満を持して発売したのがこの「 贅沢なキノコ汁完成まで半年選び抜かれた十種類のキノコが深みのある味わいを醸し出しますキノコってあの複数の種類を掛け合わせることで旨味の相乗効果が起こって美味しくなるってずっと言われてまして特にあの旨味がよく出るキノコをまず重視しましてあのこちらのスープに七種類あの旨味がよく出るキノコを入れました ただです、ね、あのキノコって食感も大事なのであえてあの食感のいいキノコ3種類はあの生の状態でお届けするようにしました美味しいんですよこれはいきのこ問屋にしかできないオンリーワンのキノコ汁商品を開発したきっかけは今キノコ業界が抱えるある問題にあったそうですキノコは。 他の野菜と同じように市場相場で価格が決められていくんです。で、春夏の需要が低いときは価格が下がるというあの図式になってまして、まあそんな中で夏になると赤字に陥ってしまうというところが非常に問題になってしまいますね。まあそんな中であのどうやったら夏場赤字にならないのかなって思ったときに、あの加工品を作ってしまえば。 あの自分たちで値段決められるですね今までのように価格で左右されない、えー、売り方ができると思うんですね夏場に起きる価格の下落なんとか安定した売り上げにつなげたいこの思いはキノコの生産者にも共通するものでしたバイオコスモでは昨年からキノコの加工品ナンバーワンを決めるイベントを開催 生産者自らも加工品を作ることでキノコ業界全体を盛り上げようとしているんですバイオコスモが目指すこれからとは、まあ、キノコそのものやキノコの加工品やキノコのグッズなどをいっぱい集めてもうきのこの情報なら日本一それからキノコの取り扱いアイテム数日本一。 もっと世の中の人にキノコの楽しさや美味しさや、えー、そうですねあの栄養等などもご提案をしながら、えー、会社をねしていきたいなって思っております。うん、たくさんキノコが入ってて美味しいですね。美味しいですね。もうすごいこう野生味あふれる<う>自然な味がする食感もしっかり残っていたり。うんうん なるほどいろんなきのこをこうやって組み合わせるとま、うん、また新しい発見がありますねふだん食べたことないきのこも入ってるから、うんはい、なんかあこういうきのこもあるんだと思ってでも生産者の方はやっぱり大変なんですすねそう思いますよやっぱりあの100円とかで売ってるじゃないですか。で聞くところによるとやっぱりこう生産者の方どんどん減っていってると。うん そうですよね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、あまり儲からないっていう意味では担い手不足にもなってしまうしこのままだときのこ私たち好きですけど食べられなくなっちゃう、はい、それは困りますね,ねそういう意味で言うとああいう今日、ね、出てこられた方がきのこ業界を救うんだということできのこを集めて。 まあ加工して付加価値をつけて商品化すると、うん、まあ理想的な形やっぱりこうね季節によってあんなふうに値段が変動しちゃうと、えー、なかなか生活も安定しなくなるじゃないですかそうですよねいう意味ではこう季節変わらずきちっと買ってくれる人がいてで商品化されるっていうのは、うん、生産者の方にとっては大変助かりますよね。うん 今日は野島社長のお話を聞いて柔らかい物腰の中にも量ではない質なんだという,、はい、もうそういう強い思いを私はもう感じたわけなんですが、はいはい、では最後に内田さんが感じた神奈川経済の今を今日のアップトゥーデートとして出してもらいます。お願いしますす今、はい、今日はここちらです製造小小売売本当にこれがです、ね、の まあ主流というか潮流になっているわけですけれども、まあとにかくこうもを売っていくということを考えるときに、はい、やはりもう消費者のニーズは多様化しているわけですね。まあ今までの流通だと、やはりそういうお客さんの欲しいものが分かってもなかなか存在してないと、はい、そういう商品がないと。だったらもう本当に売っている小売業がそのものを作ってしまおうと。 ということでサプライチェーンをずっと手を伸ばしてまあ製造業にまでこう進出していくと出ていくというのがまあこの製造小売というまあ言葉の意味としてはそうなんですけれどもまあ野島さんもやはりそういう意味ではこうお客さんのニーズに合った家電を作っていくんだとでもそれが形になっているものがまだまだないと。 おっっしゃってまそうね1,000あるいはまた2,000までっていうそれぐらいねやっぱりこう多様化してるわけですニーズっていうのは。まあ、そういう意味であの、うん、ここにこれからいかに注力をしニーズに合った商品を作っていけるかっていうのがあの競争力の一つになってくるんだろうと勝ち残る上ではやはりこれが大切と。と、うん、思います。うん さて来週は介護ビジネスの未来についてアップトゥーデートを探っていきます明日の経済を胃袋から支える明日飯。今日のお店は京急横須賀中央駅近くの人気店天丼の岩松。地元横須賀出身のおかみさんが新鮮な食材を丁寧に揚げていますそしてこちらの人気メニューが 海鮮丼。画面からはみ出るほどの穴子の天ぷらが食欲をそそります。これで午後の営業周りにも精が出ます。それでは、明日も頑張りましょう。